今回ボーナスについてお話ししようかと思います。私ね、サラリーマンだった時にやっぱり上場企業だったんでボーナスは出たんですよね。新入社員でも10万単位で出たと思いますね。まあ、その頃同期の大王製紙に行った人が70万とかっていうのがね出ていたって言ってましたから、天と地の差ほどあるわけなんですけども、まあ、それにしてもねボーナス懐かしい響きです。会社を経営してからボーナスっていうのは払う側になりましたんでね、なんでこんな理不尽な制度があるんだろうと思いましたよね。まあ制度ではなくって、そのうちボーナスは利益が出ないから払わないってことで、まあ同意はしてもらったんですけども、ただやっぱりね、1回ボーナス出すと出さない時のそのモチベーションの落差っていうのは激しいですよね。もともとボーナスってほら利益が出てるから、その利益の一部を社員さんに還元って形だったんですけども、利益が出てない時なんでね、ボーナスどころか給料だって払いたくないじゃないですか。まあ、そんなところでやってましたね。で、今回 YouTube にはボーナスがあるってことですけども、私が言うボーナスっていうのはね、多分ね、過去の動画を見て速稼塾に入りたいと言ってくださった方ですね。例えば1年ね、さまざまな動画を見る中で、まあどこの動画でフックするかわかんないんですけどもね、1年前なのか3年前なのか5年前なのか、まあそういうところでフックして他の動画を見てくださって、速稼塾っていうのがあるのが知って、信頼関係がまあ持っていただいてね、まあ、そこも不思議ですよね。私の方では全然アプローチしてないのに、過去の動画を見ていろいろ見続ける中で勝手に私のことを信頼してくださってですね、それでメッセージくださるという、非常にありがたいなというところでございますけども、まあそういうような形でね、新しい売り上げが立つみたいなボーナスはありますね。まあ、昨日も一昨日も速稼塾の塾生さんというのが入塾してくださってるわけなんですよ。やっぱりね、コンスタントに、まあ、3日と空けずにどなたかが新しい速稼塾の塾生さんになっていただくって形、その流れっていうのは、まあ、変わんないですね。以前はね毎日だったんですけどね、今は本当、まあ、3、4日に1人っていうペースですかね。まあ、そうなると年間で100人ぐらい速稼塾の塾生さんできるんですよ。まあ、それ単純に考えると頭金3万円って計算してもね、300万とかじゃないですか。すごいですねこれね、速稼塾ね。私はまあ毎日動画を更新してるばっかりなんですけども、今回ね、私暗号通貨にイーサリアムを全決済したんですよ。そこその金額持ってたんですけども、この決済を見て速稼塾に入ってくださる方もいたりね。で、次はどの通貨買うんですかって言いますけど、私の場合は暗号通貨全部買いが済んでるんで、あとは売り時だけなんですよ。課税額を見ながら許容できる課税限界と、まあ、にらめっこしながらね。で、それからあ、ここがピークだなと思ったら、まあ、それを売るみたいな感じですけども、結局暗号通貨ってこれから伸びるかどうかわからないわけですよ。で、売った瞬間に値上がりするんじゃないかなっていうのも込みで私の力量ですからね。まあでもなんていうんですかね、目標金額設定してそこを大きく達成したら、もうそれ以上は求めなくてもいいような気がしますね。だから深追いしすぎると深手を追うわけなんですよ。ですので私は油断は禁物で、自分の力量に応じた、まあ、ゴールを狙ってるかなってことです。まあ、ボーナスはね、言ってみれば今ね、本当にねポコンポコンと気がつかないうちに入ってくるみたいな感じですよね。多分私がサラリーマンの時とかで経営者として社員に渡していたボーナスありますけども、どんな額よりでかいですね、今の YouTube 一人でやってる時の方がボーナスね。で、世の中その転職がうまくいってないっていうふうに聞きますけども、YouTube やっとけば転職とかいらなくねえかと思いますね。これ本気で思いますね。だから転職活動とかハローワークとかそのフリーペーパーとかで仕事探すのは悪くないんですけども、ただ理想の仕事はそこにはないと思います。で、金銭的に楽になるだけ、せめてお金だけでもっていうところもないですね。で、時間を、まあ、言ってみれば無駄にするところも多いです。大好きな仕事がそこで出会えればいいんですけども、でも結局時給や待遇が走るわけじゃないですか。それが最優先になって、その他に仕事の内容はどうかなっていうのが、まあ、選択肢の3番目とか4番目にやっと出てくるって感じだと思うんですよね。本来でしたら自分の一番時間が無駄になってないなってことをやりながら収入が得られたらいいじゃないですか。 YouTube っていうのはまあそれの最たるもんですよね。なんか今日もね、吉谷さん、久しぶりにね、楽天カードの動画をね 2,3 本ポンポン撮ったんですよ。その動画のネタっていうのは、楽天からメールが来るんですよね、定期的に、こんなキャンペーン始まりますみたいな、そのキャンペーンを読み上げただけというね、それについて自分の感想を言っただけというね、誰もができそうなやつをやってコンテンツ作って、まあ、早速アクセス集まってますからね。で、ここには多分楽天の広告つくでしょ自動的にで、楽天のカードを誰かが作ってくれたりね、口座開設してくれたらアフィリエイト報酬私に入るみたいなね。ブログ作るよりむちゃ簡単ですよ。もうブログ作るときって、そういった楽天なら楽天のコンバージョンサイトをなんかいくつも作りましたからね。今回は動画を3分とか5分のやつを何本か作ればいいだけなんで、はっきり言って1時間かかんないですよね。
だから楽天をサイトでやろうと思ったら、サイト作成とかやっぱり100個目指したりとかね、するわけですから。その作業たるやっぱりね、慣れた私でも2、3時間かかったと思いますよ。何よりですね。いってらっしゃい。